え、待って当たってるええ当たった人多いえ、やったうんえ、めっちゃ当たってるえ、すごいえ、めっちゃ当たってあー外れた人もいる えーけど嬉しいえーめっちゃえすごいやったーえー今日だったんですかえー、すごいえーめっちゃ嬉しいえやったーえーすごい。 あ、白栄さんありがとうえ今度のって配信なかったかな配信ない気がするないのかえー、すごいめっちゃえっえー、すごいめっちゃ当たってるうんやばいやばっえいいですねやったポンちゃんありがとう へーおーすごいやばいなあっ真帆ちゃんありがとうすごいよええー。な。 用事が入るかもしれないへー確かにそれはちょっと悲しいなうわすげえあゆりらんちゃんありがとうトミーさんありがとうコムちゃんありがとうみるみるさんありがとうえ <laughs> なんかさメガネつけたらさちょっとさ目ちっちゃくなるくないほらなんか分かります ほら、目ちっちゃくなるくないフルバングってやつにしたいなあっ真っ白白けさんありがとうめっちゃ真く,くやんポンちゃんありがとうみるみるさんうまさんありがとうそう結構ドドはねあれ 何だったっけあの強い強くはないんですけどなんかあの見え,見えないこれでも見えなくなっただからまた同足に行かないといけないあもきょさんたっつんさんまおちゃんありがとうそうまたね童元がでっけえから問題ないな <laughs> いや元がねなんか縦幅なくて、ね、横に長いみたいな。 目ななんですなんかね強くしたらまたまた視力が落ちてるっていう明日楽しんでねありがとうございます楽しみます明日もうね髪の毛を切りに行きたいまたまた伸びましたすごくないですか伸びるスピードが襟足がすごい伸びたうん内ちたあ待って まるさんおとさん内竹さんぽん太郎白栄さんありがとう眼鏡つけないどうしようけ、ね、なんかね微妙に見えないんですよその横長の,の目がこの世で一番好き横長に生まれてきてくれた <laughs> 横長に生まれてきてくれたそう ネックレス可愛くないですかこれやっぱめっちゃ可愛いわ、ね、かりますなんかあとね髪の毛があけどめっちゃあけどやっぱ見やすいあとこれブルーライトカットなんですよだからなんかわかります青青くなるあとね なんかめっちゃ前髪立体的じゃないですかすげえ前髪がすごい前髪がほら見てすごくないですかこれやっぱブルーライトだブルーライトブルーライトになってる そうパソコンとかやるやつよブルーライトカットにしてもらった眼鏡 <laughs> 賢そう賢いんでねさすがに眼鏡あったらちょっとキモいですねちょっと顔がやめとこうんこのたんそうさんありがとう <laughs> 私はエ視シだからメガネかけると逆に目が大きくなるおーあ確かにエンとキ眼ガええええエ視、シ眼みたいな死後デキか死後デキだと思う死後デキですそんなことないのにとか言われてる <laughs> そんなことあるんですようんカズさんありがとうブルーライトカットめっちゃいいですよ本当に なんでバレたら嬉しいですかえ普通に何でもいいですよレノン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 かなニアジョイでテストしたら一番一番点取れるの誰誰よ誰えっ葵とか レノと <laughs> めっちゃいろんな場で呼ばれてるうか <laughs> ちゃんうかちゃんうかちゃんそ違う子 違う違う名前になる。いやレノンは日本脱出ネギじゃないですか。いや日本脱出したいですよ。いや違う日本脱出は別にしたくないけど海外移住をしたい。海外に住みたい。 留学したいですねほんとに日本脱出は別にいいねえマジでねあれあれをしあの海外あのあそこに行きたいカナダに留学したいカナダか けどオーストラリアも行きたいオーストラリアに行きたいです友達の推しがエスミって教えてもらったのエスミで覚えてます <laughs> エスミですよエスミで行ってきますさらっと行きそうでえ行きたいですよ本当にそう語学留学行きたい そう、留学して語学を学びたいですねカナダ日本人いっぱいいるからあそこ罠だよえ日本人いっぱいいたら喋っちゃうからなんかダメみたいなやっぱりダメやらしいわかる日本は突然私は今カナダにいますいやばい 黙っていたら怒られますよも <laughs> ねメープルシロップは確かに何か有名ですよねレノンって名前結構海外でもね何か通用するようにみたいなとかも言ってた気がするえそう寒そうだからなちょっと行くにはきついかもしれないあリターン んさんありがとう本当に <laughs> 行きたい一回私は今どこにいるでしょうか生涯体ですいきなりツイートしたらやばいですよね本当にほんとうにやばい絶対にあヨーロッパね行けるヨーロッパなんかヨーロッパは なんかけどカナダがなんか一番なんか癖のない英語ならしくて行ってみたいという。 エスミで覚えたので古田で覚えてくださいさん古田さん野 <laughs> 城<田さ> <laughs> で体遠征とか普通にしたいえー、できるようになったらいいですよねそこまでいけるようになったらいけるようになったらいいな頑張ります本当にああきららさん青いためさんありがとう もうねえ今日は何時まで何時までしようかなうん1時間ぐらい1時間か1時間半ぐらいやりますとりあえず。 ゴーグルなんつっていけんゴーグルゴーグルゴーグルあけどゴーグルって言ったらスキーしたいスキー一回やってみたいですやったことないね。全くスキーをやったことがないいやけどねなんかね本当にねあロモバ終わったよそうなんですよロモバロモバのコラボが終わっちゃった マジでね本当にローマンばずっとしてたからなんかちょっとけど終わってもしよっかなと思ってるうんポンタロさんあきららさんありがとうスノボ去年やったけど腹筋なさすぎて1時間ぐらいじりけて出せなかったえスキーって 復帰いるんだ。うわスキーとかスノボとかやりたいスノボ。やりたいなんか楽しそうめっちゃ。 ね、今日が多分一番レノン軍燃えてた日だったと思うなんあのね多分ね私がねアリスにねあの <laughs> アリスの城を燃やしたらアリスのファンの方にめっちゃ燃やされた <laughs> アリスのファンの方にね返り討ちに会いました本当にそうアリスのそうなんですアリスとあのマイちゃん だけ燃やしてないくてでも絶対燃やしちゃうと思ってほんでまあまあまあでアリスにあアリス一回一回ちょっとさあのんやったっけ一回一回ちょっとあのあの何うん一回ちょっとあのー、何やったバリアかバリア外してって言って。 そうバリア外してもらってあれですあの行けましたけど負けました全然普通に負けましたレノンに協力する前にバリア取ったらそのうち燃やされるレノンがあったかいそうですよ本当にバリアえ今回はねあの本当に面白いぐらい覚えてたみんなが。 そう、外してもらいましためっちゃ燃えてたほんとにマジで燃えてためっちゃ燃えてたし家のも燃えてたしそうマジでねあの <laughs> まんまと負けて はーってなりましたね全然普通に負けましたね本当にそうあったかいって眠たくなるからそうですよ眠たくなるからめっちゃねもうなんかの今まで見た中で一番燃えてたんじゃないかぐらい燃えてましたねだからスクショ撮りました めっちゃ燃えてたからスクショ通りましためっちゃ面白かったほんとにみんなでキャンプファイヤーやらないとほんとにそうですよめっちゃキャンプファイヤーすごかったけどなみんなうちの今日の色のリップ大好きですあリップあれですよなんかよく分からんリップ ななんんかかよくわかんないリップ何ですかねこれ。パーフェクトダイアリーって書いてます。すんごい。なんか細いやつ。ケースもついてくるんですよ。<laughs> なんかすごいリップ。よくよくわかんないリップ。でめっちゃいいんですよね。なんだこれ。パーフェクトダイアリーって書いてる スポスポーツライトシャイニーモイストスリムリップスティック。<laughs> 待って、今指に入ってるやつライよ。よくわかんない。よくわかんない、リップ <laughs>。 リコちゃんも同じの見せてたなんかね一緒に買ったやつめっちゃよくないこれっつって買ったなんかあ中華コスメかこれもうこれ中華コスメかあーやばい微妙に見えてますねそうなんかなんかよ,よくわからん「パーフェクトダイヤリー」 筋綺麗ハイライラト使ってますかあれですあれあのー、セザンヌの01番あ色色違い私のはレッドブラウン買いましたレッドブラウンパーフェクトダイアリーえそうそうそうダイアリーかなこれ合ってますよねダイアリーでうん多分そうの<う>あのー、2049を買ってますね んリコちゃんも24に配信するって自分もしますよ2425あやるやりますね2時間2時間やりますつい結構追加声当たってる人多いですねやったありがたいちょっとちょっとね 英語読める、強い。そうですよ。英語読めますよ。英語読めます。まあ、全然、全然読めますね。英語ぐらい。そう、キャパは多分変わんない。一緒に配信するの。いや、多分別々で配信しますね。 指原さんのストーリーで矢沢愛さんっての作品が録画面になってたりの言ってたやつあーあああえっ莉子ちゃんについてきてもらったやつあの私が散財したやつ山のホールって最寄り駅どこえどこだろう え、どこだろうあれおからんどこだろう古典のやつそうあれあっえいいですよねほんとに矢沢愛さん私も漫画ありますよちゃんと家に奈々のグッズをもうすんごい買いましたけど ちゃんとねあのなんんかまだああったっけあれちゃんと前回家にありますよ今そうリアルでもゲームでも散歳していや、えー、けどねなんかねあの無意識にお金を使ってるものは自分の好きなものみたいなの聞いたことがあるんでまあそういうことですね好きなもの本当にもうね 今思思えばばもっっっととと買けばよかたたなと思いましたね食費削って買えばよかった何をもうあんないけないのにけどねいちごのいちごのペアグラスが本当に欲しかったいやマジで買える時に買っとけって思いましたね自分に本当にいちごのペアグラスを買いたかったけど売り切れてたんです 売り切れてたマシ生活始まる全然燃やし生活してない結構ちゃんとねあのねやけどちゃんとねあのね高いものは買わないようにしてるちゃんと結構ちゃんちゃんとねそう買える時に買えって感じえメルカリねしようと思ったんですけどあまりにも高くて。 へーと思っていけどこの人ら転売ヤだしなと思ってうーと思いながら自炊してますよちゃんと今日もしましたよもうね肉じゃがとかはもう鶏じゃがで鶏鶏が美味しいから鶏じゃがでいいと思って胸肉をねいっぱい買ってるで冷凍してるとりあえずそう自炊めっちゃしてるから本当にね結構ちゃんとしてるからね 押せる時に押せ確かにそういうこと言う,言うよねよくよく押せる時に押せは言うそう和食好きですよめっちゃめっちゃ食べますよ和食はポトフはねもうね3日間かけて食べ終わったからそうでなんかキャベツとツナ缶キャベツツナのあえ物みたいな作って肉じゃが作って たらこ買ったからたらこんたらこ使ったらこご飯食べて本当にね今日はね今日はめっちゃ食べたかもしれないめっちゃちゃんと食べた今日はっていうかいつも食べてるんですけどねめっちゃ今日はねたらこたらこめっちゃ食べました本当にずっとたらこ食べてたな けど本当にね一人暮らしの料理なんてほぼ趣味だなと思ってますけどねだってまあ言ってもコンビニで買った方が安い時とかありません <laughs> 本当趣味だなけど料理してる時結構楽しいんですよね莉子ちゃんおるよえっ莉子ちゃんヤッホーマッチング 姉さんマイブロー <laughs> そうほんとにねキャベツとツナの合い物気になるなんかねツナ缶とねツナ缶とキャベツ千切りしてキャベツちょ まあなんか私はキャベツしなしなのほうが好きなんでちょっとだけねあのレンチンしてでし絞って水を水絞ってでなんだあのマヨネーズとあとあれなんだったっけ鶏ガラスープの素つけあの入れて 混ぜるだけもうそれだけそうなんかね本当にねレノも明太子はうかと思ったえー、明太子も好きなんですけどたらこの方が好きなんですよマイブロ最近流行ってる自分の中でリコマイブロ マイブロー言,って <laughs> 言ってるよくそう趣味なんですよほぼねえだってさなんかえコンビニ飯1週間食べ続けたことあるけどマジで体調悪くらやめた方がいいえそうなんちゃんと作った方がいいのかえもやしは安いんですけどなんかねちゃんとねあの料理しようと思って毎日もやして飽きるじゃないですか だから、あのなんかねあのよくないっていう貯金増えるのはいいな確かに <laughs> LINE の名前はマッチング姉さんにされたで有名な藤沢莉子さん <laughs> えなんで知ってるんですかえ、莉子ちゃんが言ってたもしかしてそうマッチング姉さんにしてマイブロに変えましたそうめっちゃいいんですよ鶏柄 そう前風呂 <laughs> 泣けるせ <laughs> もうねあの最高ですよ本当にだからね最近ねあの莉子ちゃんから LINE 来てもねなんか誰と思うんですよ一瞬一瞬誰と思って「ああ莉子ちゃんか」と。 毎日,ウーバー毎日ウーバーしたらね、本当にね、お金がなくなる。本当に、本当にお金がなくなる。お前し足、足足早いし、栄養ないからコスパ。養ないからコスパいいよ。いいように見えて悪いよ。かな。そう、マイブローって。しかもね、英語でね、英語でちゃんとマイブローにしてるからね。あの。 <laughs> い一瞬公式公式 LINE のなんかから来たんかなと思ってえ誰と思って公式と思ってあのいったんスッてするんですけどあっ莉子ちゃんが公式からこんな LINE 来んへんわと思ってさすがに公式からこんな,なんかあのすんごいタメ口で LINE 来ないわと思ってじゃあ莉子ちゃんってうそう一旦一旦する マイボと <laughs> 本当にね <laughs> もうめっちゃ好きなんですよね本当に <laughs> そう公式なりやばいだってもうめっちゃ食べ口でさ普通に普通の会話みたいなことを公式がいきなり送ってくるわけないじゃないですかけどね一回ね LINE でねめっちゃ昔結構昔にね でなんかいきなりね LINE かなあれなんかショートメールみたいなやつでなんか来たんですよなんかね来たことあってなんかマジだれみたいな前頃フレノンちゃんが勝手に決めたなんかねしゃ普通に喋ってて喋ってて え、何 <laughs> だったっけな？こ <laughs> れ<めん> <laughs> 思い出し悪いれちゃった。あのね、なんかね。なんか？なんかね。あの喋っててでなんかキュートアグレッシブが強いっていう話になったんですよ。なんか知らんけど、何の話でそんな話になったのか知らないけど、なんかね。キュートアグレッシブが強いっていう。 なってあの自分がでなんか可愛いいよねみたいなでそれでなんか「やばいよマジで」って言われて「本当にやばいよ」みたいな言われてでなんか「あのえ違うんよ」キュートアグレッシブ強いだけ」みたいな <laughs> 話になってて「キュートアグレッシブ」そうなんかみんな持ち合わせてる感情って言って。 何だったっけなんえ何だったっけなあれえ何だったっけな何だったっけな何だったっけなこれ何だったっけな何か言って言いフんなんですよ私はいきなりね普通に普通の会話でね何だったっけ何だったっけな何かでね なんか、ね、感情が先最後に来るんですよみんな持ち合わせてる感情みたいになってやば <laughs> <laughs> と思ってでちょっとましてエ乃が「待ってインフンだインフンだ」って言って <laughs> 喜んでてそう狙ってなくてガチで狙ってなくてインフンで莉子ちゃんに「えぐいえぐイ陰ンんだ,イン,フン,だインフンだ」みたいになって「インフンゲームしよう」ってなってインフン出てでてなんだったっけななんかでね最初になんか言ったんですよ。 何っっかまあ、まあ、とりあえずねなんかいふんでてで、ね、いきなりねうのがね「前風呂前風呂」っロって「<laughs> そうずっと前風呂前風呂」っロって「ワッツアップ」とか言ってて <laughs> それからねちょっとハマっていっていや爆笑するようになってそうでなんだかんだあって前風呂がハマりました。 <本>当に <laughs> フリスタルョンやばい <laughs> そう何だったっけな <laughs> 通常 <laughs> あそうだ通常が絶対にあった絶対にあった通常何だったっけなそうだなんだかなんか私は通常みたいな。 何か絶対通常と多分感情で言い,いふんでめっちゃ普通の普通のね普通の会話普通の会話の時にあの言い,いふんで「すげえ!」みたいなって自分の話して「やばよやばいやばみたいなって「言い,いふんだ言い,い,い,いふんだ」とか言ってなんかリズムに合わせて言ってなんか莉子ちゃんがめっちゃ情「情情をつくのをねめっちゃ考えてましたねずっと。 メンバーにレノン、イム <laughs> 部長返済はやばいそうなんかね、イーフンだ、イーフンだよすごくないですか結構なん <laughs> もすごくないけどなんかね、あのちょっとすごかった、あれは 今インフンダーで盛り上がれる若さワンウェイさん若いよ関係ないですよみんなインフンダーは盛り上がれますよインフンやつアクセルとブレーキ踏め間違えないとか <laughs> ねえ何それリコレナフリースタイルダンちやばいですよライブのコーナーでやったらやばいい泉また今度来るでバイバーイ <laughs> <laughs> もうねフリースえけどあんな絶対出てこないですよねすごいですよねあれ返せるのマジでさ即興即興ラップってすごいですよねわかるあれねよく見ますもんうわすごいと思ってねマジですごいですよねあれえ多分ゴリゴリちゃんとあの何だったっけね ちゃんとさえ <laughs> 当にすごいですよね <laughs> マジでえ本当にねラップバトルはすごいなと思ってるなんかたまに癖になるやつあるよねあの大会はすごいですよあんな即興で出てこないもんレオンちゃん夜ご飯食べた食べましたよ さっきマジでマジでねな何だったっけな <laughs> マジでだるりハちゃんから俺は常にハハでハハハしハハハハハ マジでラップとかヒップマイでしか一周してない結構ねいいですよマジであのハマりますよめっちゃ好きですもんもうねいいいいよマジであ青い地球の黄色い主人公瑠 <laughs> ナちゃんのばいブレイキングンドフリースタイルダンジョン出ることないもうアイドルじゃないじゃないですか あの状況でバンバン出てきてしかも前の試合のえ本当にすごいですよねちゃんとえマジでヤ <laughs> くないですかマジで <laughs> もうね多分ねあのね本当に好きなんですよねあヒップの質マイクね覚えてたよあのあれはあの「テン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 」のさやつあるじゃないですかレペゼン 池袋ってあれはね全部覚えてた引く前ハマってた時めっちゃハマってたな、一時けどねなんかいろんなの聞きますね本当に音楽のね趣味がねマジいろんなの聞くんでね そうなんです、ね、気分によってなんかいいですよ本当にけどめっちゃ好きだったなヒプロシスマイク三郎が好きだったなうわやばい前髪が本当にうるいそう三郎が好きでしたね 髪伸びたね伸びました本当にめっちゃ伸びました髪の毛レノン聴いてる系統の曲全然聴かないから手を出そうにも出せなくて困りだちじうぶになったえいけど本当にねあのね全然普通ですよ普通ホーロック好きけどホーロックも好きだしめっちゃゴリゴリゴリロッ分は好きだしあクークークー何だったっけクークー回だったっけクークー なんだったっけな、あの、わかる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 、あの。で、で、あの、む。あの、あれ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 。どこだったっけ、あれ。なんだったっけ。そう、空港だ。わかるー、あれの、あれ覚えてたわ。あれのラップも覚えてた。めっちゃ、もう、死ぬほど聞いてて、覚えてた。 レノ ACDC さんのイメージしかない <laughs> 確かに T シャツ持ってますよめっちゃ好きいいですよね本当にねもうバンドらしいバンドって好きなんですよね結構もうねーけどねーいいですよああさまときさまねわかるわわかるわー ああ、れが好きだったきるあ歌っちゃダメかダメだ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 ,ダメだ <laughs> めっちゃノリで歌えそうになった今もうねあの何だったっけなエキ,シビドエキシビジョンな,なんかのやつ全員全員のさラップのやつが覚えてたんですめっちゃなん,なんであんな覚えてたんだよくわかんないんですけど なんかねめっちゃねハマってたわ一時期聞きたすぎあかん <laughs> 確かにえやばいマジでねいいですよねっていうかあれが好きなんですよとにかくあのー、映画でね「串」 ちちっっゃくなってるそうたまだいぶ前に買った櫛あのでっかい櫛はね今ねもう奥にある何の音を <laughs> で絨毯をあのをこうやってわかりますわわわわわわわってやってるやつ櫛で絨毯書いてる音 ラグ？ラグを書いてる。ひふまい縛りカラオケー行きましょう。えー、もう全然行きます。くちっちゃくなってる好き。<laughs> つ猫の爪ぎのえー、猫飼いたい。本当に猫好きなんですよ。うん猫飼いたい猫が好き。もうねなんかねあれが猫が好き。 そのニットどこで買ったの ?ZOZO のね何だったっけなこれ何だったっけえ何、ー、だったっけこれなんてとこだったっけな分かんないんですよね何だったっけなんか何だったっけなんかえええええええなんちゃらみたいな。 猫どんなな名前つけるえー、なんかねランランラリルレロにしたかったかラリルレロそうランかロンにしたかったマジでね猫、ね、ちゃん飼いたかったな レンランレンロンリンお確かにラギオ好きなんですよね <laughs> ルンルンはなんか楽しそうめっちゃ楽しそう業界に絵文字が溶けてるロンロンロンかランにしたかったラリルレロンにしてみた 確かにレ,リレミオロメンさんみたいえマジでねラギラギョいいラギョリリタン <laughs> ねマジでねいいですよねけどけどねあのなんだったっけ もう 7, 7になりたかった <laughs> 名前7になりたかったラギューが名前に入って怒られにくいえー、全然怒られてる気がする実質俺も褒められてるっていう認識でよけえっ、ー、てか名前なんてね全員いいですよいい名前してますよ本当に。 みんないい名前してますよ何でもねいい名前してますよ本当にマジでそうですよ最終的にはそこにたどり着くんですよ七になりたかったなミみうも大崎が良かったいやみうジは何でもいいやけどとりあえず七になりたかった七になりたかったなけど全然 レノンも,も気に入ってるんでね777レン7かレンになりたい7かレンになりたかった本当にエスミンひらがなにしたらかわいいや 確かになんか丸みを帯びてるレノンって名前最高に好きご了承です <laughs> 確かにねけどレレノンいいですよね全然そうレンレンいいですね姉貴今日も配信お疲れ様ですめっちゃありうんめっちゃありやん, <laughs> ゃりやん <laughs> なんか <laughs> すごいお勤めご苦労様ですみたいな れん俺女の子だったらメイクさすきになってたらしいえめっちゃいいじゃないですかマジでねー <laughs> 射程かネーミングセンスの鬼 <laughs> 鬼ってけどなんか楓くん かえでにかえでかなんか迷ってたみたいなレノンかカエデカデかえでかなでかかなでかなでに迷ってたレノンってどういう意味で作られたなんかねジョン・レノン好きだし海外でも使えるしなんかレレなんか音に関係する名前もつけたかったみたいな そう音に関係する名前をつけたかったみたいなんでで運勢が良かったのがレノンならしいそう音に関係する名前が付けたかったらしいだから奏でるエスミの由来は全く分かんないですね親そうなんかならしい そうそうそうう音関連が良かったみたいなえそんなえそんなあるんやランキングとかあるんですねすごっかなででも音楽そうなんかね音楽に関係するのつけたかったらしいじレノンはそう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 いいって 音楽関連前でこんな綺麗な声え綺麗な声ですかね <laughs> すんごいなんかあの <laughs> ええ入江の先端入江の先端に住んでたのかな先祖がそういうことかえそんなあるんですね 由来ほなんかありますよねなんかさあの名字がなんかだったら誰々の家系とかなんかあと平民だったらなんかあの職業かなんかでつけられるよみたいな。 なんかそういうのを見たことがあるなんいたっか社会で聞いたことがある歴史かなんかのやつでそうなんかあの徳川とかならんかその子孫のなんかあれだらしいけどみたいなんかよくわかんない藤原の貴族かわかるわかるわかるええそうならしいですよなんかよくわかんないけどなんか言ってた エスミとかいるんかいんな海入ってる人はいる人だけえエ,エスミは絶対多分なんか職業から入ったやつっぽいエスミえ江戸で江戸の角に住んでるからエスミみたいな。 メジャーなーーでもどこ発祥からすごい確かになんか田中さんはなんか田んぼの仕事してたからみたいな富士っていう文字はお侍さんが多いあじゃあ莉子ちゃん侍だったんやリサさんサーファーっぽい <laughs> ええー、ちゃら富士とか確か藤原 ああ、困ったに。ああ、大橋田。確かに。え、だから水関係、た、ああ、確かに、確かに、確かに。水なのかな。おお。へえ、莉子ちゃん侍か。おもろ。東北由来です。へえ。なんかよくわかんないけど、すごい。 基本は農民だから水に関係するああ確かにとかミスのほーえいほー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 侍って言われたらちょんまげにしちゃうマッチング侍姉さん もうそれになってきたらガチで姉さん本当にねあくしゃみでるうん大丈夫だったそう自然に関するやつ多いですよね <laughs> そう莉子ちゃんギター侍 <laughs> ギター侍知ってるよ なんか今だよれのに嘘を教えてほしいんじゃない今頭ぼーっとしてますね絶対に <laughs> 今ねなんかぼーっとしてるわもうね最近めっちゃ虚無ってるってる <laughs> ラッパーだったりサムライだったり忙しいラッパーいいですよね <laughs> 確かに和服似合いそうならマジで分かるそうキョムキョムレノンをねキョムキョムレノンがねキョムキョムレノンはめっちゃ最近発動してるもうねけどね一人暮らしあるあるだと思うんですけどでなんかキョムる時間多くなったらダメだっていう <laughs> 今日キョムる時間多いのはダメだっていう ロマの疲れいや、ロンバ全然疲れてないですよ。ロンはね、もう本当にね、あのね、楽しい。猫がいれば、確かに、猫。猫がいいんですよね。猫、猫がね。いや、本当にね、精神的に来てるとかそういうのじゃないですよ、全然。本当に。でも、一人暮らしあるあるなんですよ、なんか。あるあるですよね、絶対これ。なんか。 もう実家暮ららあるんんでででですそうですよよ余裕そう生きてたみな一人暮らしでキョムキョムですがですおよかったそうなんかねぼーっとなんかねなんかねわかりますなんか ーとなんか違うですよね元から多分ねめっちゃボーっとするめっちゃボーっとするんですよえレノのやりですから、ね、全然闇じゃないですよ <laughs> めっちゃ普通になんか一点目つめ出して「あーっとやってあーあーあああああたいなそうめっ待って人生ああ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  大丈夫ですかそう一日さなんか一日休みの時でさなんか家出なかったん家出ないとかあのなんて言うんですかねあの買い物しなかったらマジ喋んないじゃないですか一人はたえ一人楽しめますよめっちゃ一人好きですもん一人大好き いいですよ本当に一人にも好きだし人といるのもいい早く寝なさい <laughs> メイキングとか見てて思ってたけど普段からなのね虚無普段からですよ結構 <laughs> なんかねあのね多分ボーっとするんですよ多分めっちゃシャーン 多分これ癖ですめっちゃ癖でなるんだ多分そういうことだそうですね今日もテビュ b s に帰ってこようけやばいやばいそれで一人でどこまでいけるえ映画はいけますねラーメンもいける焼肉焼肉一人で行ったことないな思ったら。 焼肉っっったことあったっけなんかもうファミレスはある一人で一人ファミレスは全然いけるうん今日はショールームとニコ生しかニコ生いいですよねわかるショールームもいいですねレナちゃん今日何してたの今日はね何してたっけな今日 出かけてご飯作った <laughs>。ぐらい <laughs>。青春十八切符使ったことないですね、あれ。王将もぜ。行けますね。一人旅、一人旅行ってみたいかも。っていうか、旅行に行きたいんですよね、もう一人じゃなくても。回転寿司も行ったことありますよ、一人で全然。うん。全然。余裕な気がする。 え結構楽しいですよ、ね、そう海外旅行行きたいわかる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 めっちゃわかる海外旅行行きたい箱根行きたい箱根行きたい一人カラオケ余裕ですね箱根行きたい箱根に行きたいです温泉旅行したい温泉に入りたい そう温泉行きたいですそれか北海道行きたい北海道行きたいいやーけどねやっぱりねあのアメリカに行きたいですね白崎温泉おおなん聞いたことあるな聞いたことあるあ首ないえすごいやってる ね熊本えってかあのあそこ行きたかったんですよね。あのあのユーリユリオンアイスの聖地に行きたかったコラボしてる時にめっちゃ行きたかったなけど行けないんですよね遠くていたから琵琶湖の北の方あそこまで行っリで行ったけど琵琶湖が綺麗でした琵琶湖ね確かに琵琶湖ね 淡路島に行きたいかも温泉だったら熱海き <laughs> 待ってえな,なんて言ってました今「白鷺って言ったもしかしてごめんなさい間違えました全然なありがとう30分までしようそうめっちゃねカツ丼食べたいなーってカツ丼ピロシキも食べたいなーピロシキ もうね、旅行に行きたいんですよあ和歌山行きたいサマータイムレンダーのわかります皆さんサマータイムレンダー。淡路島めっちゃ行ったことありますよ淡路島のさ白浜白浜行ったことあるなりんちゃんも一緒に。 だいぶ昔だけど行ったことあるな白浜良かったなマジ浜広かったですよそうあのねサマータイムレンダーのさあのなんかあの元になったところがあるらしくてそこのもうそこまでの田舎に行きたいっていうもうね田舎,田舎に住んでみたいなっていう 楽しそう本当にわかる聖地巡礼したい東京来てさ東京の聖地巡礼はしたんですよあのあれなんだったっけあのあれとかあれあれ何だったっけ何だったっけあれあー出てこない名前があのサマータイムレンダーに似てるさシュタゲだシュタゲのま秋葉には行ったんですよあとねあのその最初のさ UFO が降ってくるとことかねは言ったんですけれどもちょっとねもうね <laughs> そうあラジオ勘だ間違えたそうめそういそう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  行きましたよちゃんとね場所まで調べてしっかーり行きましたよですげえと思って見て <laughs> まあアニメイト行って帰る <laughs> アニメイト行って帰ると <laughs> 大阪でひそかにおもろいとこないえー、大阪に面白いとこあるかな なんだろうアニメイドっていうそうですアニメイド好きアム村ねアメ村ラ、ね、好きですよ古着めっちゃ売ってるし大好きですねアム村はあとなんだろう待ってメイド喫茶行きたいな行ったことあるんですよね一回だけメイド喫茶にでかわいいと思ってチェキ取って帰りました <laughs> あ音太郎とね日本橋ねほんと急にピースしてほんとにねそ, <laughs> そっと元メイドうわーすごいえー、えありますよ日本で一番低い何だったっけあれなんだったっけ何だったっけ メイドリーミー行ってきた。え、待って、誰が行ったとこそこですよ。アットホームカフェおすすめしたか。あ、知ってる知ってる知ってる。あ、そう天宝山だ天宝山ありますよ。え、けど天宝山行ったことないかも。メイドキッズ行ってみたいけどうちってるからみんなの勧きか。確かに。え、けど楽しかっためっちゃ。友達と行って、でなんか。 あのなんかセットみたいなのが売っててなんだっ,たっけなんかオムライスとオムライスとなんかチェキドリンクチェキついてるやつかなみたいなやつをあの行って。 うん、そうそれ,それ頼んでチェキイエーイって取って帰りました <laughs> で可愛かったね楽しかったねって帰ったやばいガチで可愛いわって言ってなんか「えすごいも一緒にモイモンキュンってしてください」みたいな言われて「えイモンキュンってすんの?」と思って <laughs> あの <laughs> え「えええみたいな。 <laughs> そうあのねあのめっちゃねキョロキョロしながら <laughs> たなんかねあのね初めて行ってそう「お嬢さんお帰りなさいませ」って言われてわすげえと思ってでねなんかねあのあの,あのマジでね喋りながらね絵描いてくれて「何の動物好きですか?」って言われて「えチワワ好きです」って言ったらチワワの絵描いてくれてそうめっちゃねデコってくれてそれでね「もうあの一緒に <laughs> 私がもイもイキュンとしたら「一緒にもイもイキュンって言ってください」って言われて<笑><笑>「みたいなで友達の顔を見ながら <laughs>「ええええあああもえもキュン」「あ」みたいな <laughs> そう「あ <laughs>」みたいな <laughs> でねなんかね「注文」<laughs> そうやって「ってチワワ」だけちゃんと言ってね「きょどってね」 そうでね何何をあれなのかねめっちゃねあのねすんごいね本当にねあのねすんごいね「えお姉さんめっちゃ可愛いですね」っ <laughs> てこと言っちゃって <laughs> なんかすんごい大丈夫だってう <laughs> そうキョ,キョドキョドレノンしてる割には「えお姉さんめっちゃ可愛いいですね」みたいな。 <laughs> やばめっちゃお姉さん可愛いですねみたいな「えチキって誰でも撮れるんですか?」みたいな「お姉さん一緒に撮ってもらっていいですか?」みたいな言って一緒に撮ってもらったで <laughs>、ね、んかなんかチャラいな <laughs> そう撮ってもらったなんか何しますみたいな言われて「え何できるんだろう?」と思ってでハート作れってくれたから「イエーイ!」って言ってハートスキー作った。 <laughs> そうでねなんかね「注文普通ならすいません」って言うじゃないですかあれはねなんかにゃ「にゃんにゃん」かななんか「そんな感じで寄ってください」みたいな言われて「えっ?って」ていうそう「えにゃん」って言うみたいなしかも結構さ 大きいいいい声出さななな気づかれないじゃないで「すかすいません」なんか結構「すいません」って呼ぶ時さ店員さん呼ぶ時きで結構大きい声出すじゃないですかそれがねあの「注文頼むだけはニャーでお願いします」って言われて「はっはっはえハッ」<laughs> って思って <laughs> 本当にねちょっとねああばねでちょっと「ニャン」って言えないと思って友達とね「ちょ言って」 言って言ってお願いやから言ってとか言って両方嫌がって店員さんがあのスッて取ってきてくれた時えそうメイドさんがスッて取ってきてくれた時ににゃんって言って <laughs> そう,うそボタンないんですよそうそうそうボタンなくてにゃんでえ,えめっちゃめっちゃね店員さんがスッて取りかかった時に「あにゃん」って,言って <laughs> めっちゃちっちゃい声で言ってそう。 そうでも猫に話がニャンって言いまですめっちゃ言いますよニャン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 って言いますよめっちゃキモいですあの時あの時マジキモいです自分。もいいエピソードすぎるニャンねえになってるエスミレドンさんにならニャンっておけ声やばいそうめっちゃね控えめにねマジの控えめにニャンあニャンニャンって言って <laughs> けどねやっぱ気づいてもらえないじゃないですかそんなだからね最終的に「あにゃにゃャってすっげえでっかい声で言ってるそうそうめっちゃね本当に恥ずかしかった私はにょんってにょんますって <laughs> マジでねあのマジよかったです楽しかっためっちゃそう お手洗いを猫砂って言われる <laughs> だって猫砂はやばいな俺の友達はそんなことしてるや <laughs> そんな目でけど楽しいですよめっちゃ楽しいですよいっそ募金募金ちゃんはレノンちゃんだって美月ちゃんって ぼきん,ちゃんってなんだ募金どういうこと募金ちゃんレノメがニャンじゃなくてニャンって呼んでください。やばい。ね、猫、ね、砂はやばいね。ほんとに。もうほんとにね、めさかいありがとう。レドニャン。レのニャンしのマジで。猫、ね、砂やばいよ、マジで。猫、ね、砂ですか 猫砂ですかにゃあってなるよね猫 <laughs> 砂やばいな本当にね今日の時とスイッチ貼った時のギャップがスイッチ本当にねメイドカフェガチで面白かった生まれて初めてかな生まれて初めてねマジメイドカフェ行ったけどその時にえやばいと思ったこれは通うかもしれない 軽くカルチャーショックを受けてる <laughs> 文化の文化文化の違いですかねけどね行ってみてくださいなんかね行くか迷ってる人は一回行った方がいいそうそ <laughs> いくらところは違ったかと思った <laughs> 確かにね猫コ砂はね面白いコンセプトカフェだったっけコンカフェコンカフェメイドカフェとコンカフェはなんか違うみたいなね東京だったら行きたい放題ですよコンカフェ行きたいな YouTube の企画でメイド喫茶でバイトしてみたのに野獣でしてみたいへええいや絶対できないなバーしか行ってことないからメイド喫茶行ってみるえメイド喫茶結構楽しいですよ本当に今の話聞いてレベル上がったえけどね本当楽しめるめっちゃ一回行ってみてください悟り開きますえ行きたいなダチョウ人見知りだからさえ絶対嘘だろ <laughs> おひらが人見知りうそうだな絶対にぼったくられそうならないですよめっちゃねいいコンカフェの中のメイド系あそういうことかコテコテ関西弁レノンメイドメイドレノ <laughs> 確かにあダンスのカフェとか行ってみたいな コンカフェいろいろ設定ててあるとこ面白い私はダンソーいいなダンソーのメンバーとメイド行くああのね行こう行こうって話してたいちゃんと美きと行こうっていう話をしてたコンカフェ行ったらレノンがにゃんって言わせられてるのを見つけてしまうってこと聞きます <laughs> え行くかもしれないねダンソカフェマジで沼え行きたいなちょっとうわ うわもう約束組んでるよ早いな早いな早いなそう「もえもえキュン」とかねなんかなんかなんかねあの愛愛,愛情なんかこれで美味しくなるんでみたいなそう「美味しくなるで」みたいなで感じでで「もえもえキュン」を一緒にね「あもえもえキュンへえ <laughs> で 食べてあのめっちゃね本当に恥ずかしいあの変な対応してしまう自分が恥ずかしいもう恥ずいな今思ったらなんであんな変な対応してた多分あの時の自分世界で一番キモかった気がするな今思ったらすんごい恥ずかしいわなんかさ あ美美味味しししくくななんかはい美味しくなりましたーみたいなで拍手してくれるんですよ。でね食べてね <laughs> めっちゃ美味しいです。<laughs> えめっちゃ美味しいです。みたいなことをね言いましたね。恥ずかしい。なんであのチャラいすんごいチャラい対応した気がするな今今っていうかその時に。<laughs> はずっめっちゃ美味しくなりましたみたいなはずーやばい,い,いけどあ,のあれはね多分ねん楽しいんですよ楽しんでためっちゃくちゃにそう多分,多分っていうかねマジでねオタク気質なのかな絶対に <laughs> もうわマジではずいな <laughs> ノリノリでしてたでなんかすんごいチャラいさオタク気質じゃなくてオタク確かにオタクオタクだわもう振り切ってたわ私も私の愛のパワーが強いしてどうしよう信じられないくらいおいしいって言っちゃったエロに上がエロに上がいたエロに上がいたよえ <laughs> <laughs> めっちゃおいしくなりましたとか言って。 えー、やばいですねーとか言ってさ。えー、行こう、メイドカフェ、もう一回。えー、結構楽しいんですよね。めっちゃノリノリでしたよ。そう。お嬢様だから、いっか。<laughs> お嬢様だから、いっか。なくなるの、メイド喫茶に住んでました。楽しいですよね。本当にハマりそうになるな、あれ。 メイドカフェで働いてみて、絶対にね、向いてない。<laughs> できない気がする。お嬢様久しぶりにご、ご帰宅したいな。メイドカフェこっちの貸し方によってコンセプト崩せるから、戦いたくなる。<laughs> やめてマジで。<laughs> なんで戦ってんのマジで。<laughs> 出さないでそこで、そこで、<laughs> そこで出さないで。 おなので3名メイドすごいなメイドメイドすげえメイドしえー、すごいなメイドいいなだん韓国カフェ面白かったあなんか聞いたことある韓国カフェなんか韓国レストランみたいなやつ聞いたことあるなんかね友達がいて楽しかったって言ってたなんかハロウィンみたいなとこにならしいなんか何だっけあれシーカーじゃないや 理科の実験で使うさああいうのベーカービーカーだ <laughs> ビーカーであの飲み物なんか調合したりするらしいダンスを喫茶で働いてみてやろういいやりたい一回ちょっと私か会行ったらレノにメイドさんやってもらうでき絶対できない気がするブレイキンネタあそことそことあの試合試合あの仕上げ手で <laughs> 今度のお話会メイド会合後っしょえいいよ できるかなやろ <laughs> 手錠されるらしいで脅かされるらしいベイカー <laughs> そうフランス語とかでねなんかやるらしいなんかいろいろ調合するらしいでなんかすんごい色のドリンクが出来上がるって言ってたそうみんなでメイド服着るみんなでメイド服着ようよそうノリノリですよ そことそこ思いまいてるんでやばい <laughs>。やばいな。で、怖いきちわって言いたいなそこで。ああもう本当に好き。うんノリノリでやってそう。 ダンカフェごっこもできますかえし,しようかなダンけどねいつかやろうと思ってるよダンスをはダンスこすみたいなのはやろうと思ってるお話し会でメンバーだと誰のメイド姿みたいえー、あゆみあゆみみたいですかわいい絶対に 絶対にりっこちゃんのハロウィンの時借りてみようあれかわいいですねレノンちゃんのダンスをせず体験え多分ね多分っていうかねやると思うけ髪の毛がね何のウィッグを買えばいいのかわからないのでねとりあえずねあのウルフでも買おうかなと。 あのね、私のねキャラというかねのタイプがねロングなんですよロン毛っていいですよねっていうロン毛っていいよなっていうのでまあ、ウルフのウィッグでも買おうかなと思っていますそうダンスをするとき教えてください <laughs> えちゃんとね日程を あの明かしてねやりますやってみたいやんいや似合うか分かんないけどまあまあいけるでしょうみたいなシルバーの髪色にしてほしいシルバーやったことありますよ一回銀みたいな色落ちが綺麗だったシルバーにすると結構ね良かった色落ちがうわけどなカメラケくくってんのも好きなんだよな 白,白髪でそうロン毛キャラとかめっちゃ好きなんですよ絶対に行くありがとう <laughs> 絶対に <laughs> 受付確かに受付ね終わるまで確かに把握しとかないとちゃんとえロン毛好きなのそうロン毛めっちゃ好きなんですよそう学校シルバーとか OK だった多分 OK だった気がする そうシルバー結構色落ち綺麗だったそう色落ち綺麗にしてくださいって言ったら綺麗にしてくれた男装もメイドもどっちも行くねお来てくださいちゃんと教えてくれたら告知しますお告知いつもね画像つけてくれるから作ってくれてるからあれ嬉しいです作ってくれてるからよろしくお願いします 一部の先輩方がザワつきますえ <laughs> やばいな今の気持ったら本当にね対応,対応がキモいんですよなんかそうアッシュブルーに染めたらト引かれた <laughs> 確かにシルバーレのやってたよ本当にそう告知画像をね本当に毎回見てる可愛いあれ なんであんな可愛い画像作れるのかねもういつも作ってくれて本当にありがとうね今の笑い方はめっちゃドストレートに言われた本当に似合うのかなという。 ショートがねけど今ね多分ねこん,こんな感じにしたらショート見えるもんなどうだろうわかんのかなわかんないかこれであウィックってやっぱ専門店で買った方がいいんだわかんないこれでショートに見えるのかなわからんなこれ絶対なんか毛先毛先がさやっぱウルフだからカスカスすぎてさすごいよな なんかすごい <laughs> 大丈夫か髪の毛が少なすぎるか髪の毛が少なすぎるなこれにしてはど,どうどうなんか髪の毛が少なすぎるどうしたらこれをこうなるこうなんかショートにならないようなわかんないですよねこれショートではないなこんな感じですよね多分。 ってんのか分からん <laughs> けどねあれしたいんですよ本当に。とに7風ヘア分からん今のは絶対にショートになってなかったそう横髪も長いんですよちゃんとけどねそう <laughs> もうなんか 黒髪のハウルに似てるえめっちゃ嬉しいんですけど <laughs> ハウルかっこいいですよねめっちゃ分かるえ無理これも好きかわいい <laughs> ありがとう髪切ったりするえー、したいけど今はねウルフにハマってるからウルフがいいなって感じロングもしてみたいんですよ 1> 1日前さんメイド服らしいのでメイドカフェごっこ本格集演のためにメイド服買いました <laughs> で髪早いなちゃんと仕事がハウルねいいですねそうロングにもしてみたいロングにしてねあの前髪重めにしたいなあのワイド何なんちゃら番組みたいな 今の髪型バックイケで好き。あ、そうああいうのしたいんですよ。毛先結構スカスカのショートみたいな。あ、ありがとう。あともうちょっとですね。イオリさんがハーフ、ハルハ,ハーフルやってた。絶対にかっこいいじゃないですか。やばい。仕事的です。よし。<laughs> 確かに仕事的すぎるな。切る。 メイドカフェごっこだとどっちが客かわからなくなるんだ <laughs> 両方メイドやん <laughs> なんか裏でのメイドの会話みたいな <laughs> あのあれで3分2分とかにあと残り2分とかになったら男女読もうかな8日のお話会結婚式解除くるで結婚式結婚式行ってみたいあの料理食べたいご飯ご飯ご飯 結婚ごのご飯って豪華ですよねあれ食べたいあとブーケブーケ取ってみたいガッて死んだそれはそう本当にに当にあにメイドの裏の会話みたいな結局飯やないかえだってご飯って。だって美味しそうじゃないですかあれ食べたい食べたいマジであれ あとね、あのでっかいケーキ食べたいですね。あの、乳糖のやつ。ケーキ。乳糖のやつ。押したい。あリゼロできるじゃん。確かに。ビューメイってもろて。いや、違う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 飯と風景見えてのは救えなさすぎる。なんでなんでなんで救えるよ、まだ。 のいと結婚祝いのメッセージ平野愛らさん出てきてええー、待ってなんで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 いやそれはざわつくわ3月に行ってくれよ結婚式いいな初めての共同作業確かにああそういう意味であれやってるんですね何のためにあのケーキに言うとやってんだと思ったけどあそういうことか へえでかいけど切ったら普通サイズえ食べたいってかあのー、あれケーキ入刀しなくてもそのままフォークでチョコで食べたいブーケ取れなくて救われない世界線いやそんな世界線ループする笑った<笑>結婚式でレミレミオロメ結婚式であれ歌ってほしいなあのー 月光絶対に合わないけどねっけど結婚式に確かにご祝儀が確かにえ何その猫の恩返しの主題歌歌ってってえなれ初めすごえっ なんだそのなんか、なんかなんなんかすごいけど、なんかうわー、リア充だって感じがするいいですね、その演出いい演出だな <laughs> やばい <laughs> I am God Child やばいね I, I am God Child やばくない シル、マリアジュダって感想がもう終わってるな救えないな本当にどうしても感想が救えないですね。なんか奥さんの友達がレコーディング系のお仕事しててその練習台みたいな感じで,できた演出すごいえいいですね。 待って、なれの果てって言わないんでな <laughs> れの果ては何か悪い悪い何かあるやん <laughs> そうねマリアさん、すごいなやっぱいいですよね鬼塚千尋さんあクジ時半になるもうそろ終わろう赤ちゃんはこの会社世界にそうね私たちは カメラが子供なんですっていう <laughs> あの歌好きです本当にめっちゃ好き月光やっぱ好き月光歌うかあのね延長いかないどうしよっかな延長どうしよう皆さん見てくれるなら延長しようかな待ってもうお疲れなんで埋められてる <laughs> もうお疲れなんで埋められてるよ <laughs> あー「お疲れの」って <laughs> みんなから「お疲れの」って言われて <laughs> 何何何これやめろってことか <laughs> うわまいちゃんのせいだこれいちゃんのせいかえなんであのリスナーさんっていうかあの皆さんが <laughs> すごい <laughs> お「えん調しようかな」とか言ったら言った瞬間「お疲れの」で埋められたけど <laughs> 15分延長します <laughs> マジでねマジいじめられてんのかと思ったわ今みんなにいじめられてんのかと思ったなんかさ45分に終わろう マジさ、みんなにみんなにいじめられてんのかと思ったわ今舞ちゃんのって言われなかったらタイミング良すぎだろ待ってマジいじめられないいじめられてんのかと思ったほんとほんとにな舞が終わり2分前にみんなで「お疲れ」なんて言うんだよって言ってたうわ舞ちゃんのせいか舞ちゃんのせいでなんかいじめられてんのかと思ったわ今さだってさ延長延長 延長するね延長しよっかなって言った瞬間にお疲れのめっちゃ流れてきたもんかわいそうじゃないすごいよ今の今の切り抜きだけ見たらさ今の切り取りだけさ見られてたらさなんか完璧にさあのいじめられてるやつだったよみんなにガチでほんとタイミング良すぎやろ今の。 めっちゃ悲しいやつみたい。<laughs> 確かにあのね、ラピュタのさ、あのバルスのとこ来た瞬間、バルスで Twitter のね、あれがね、タイムラインが埋め尽くされるやつね、あの現象起きてましたね、今。<laughs> めっちゃいじられてたけど、ねえ、マイちゃんルーム本え、多分分かんないよ、マイちゃんに I am g ゴッド・チャイルドつっても。 だから一回埋めようようみんなで「みんなでアイアム・ゴッドチャルド」だけ舞ちゃんが何言ってもそれで埋めようでみんながなんかもうなんか入ったのみたいな本当 <laughs> にみんなでね舞ちゃんのルームをねアイア,イアム・ゴッドチャルドル埋めようお疲れの言いに来たら本当にに舞ちゃんのとこにいた人みんな来てて面白いえじゃあ舞ちゃんの配信を見てた人に あれなんですかねあのー、今いじめられてたんですかね <laughs> そう多分ドンマイっていうより怖いと思うそれで来た方が絶対に舞 <laughs> ちゃん絶対に怖がるよこれ見てなかったらねこれ見てたら多分ねあああれかって思われるけどこれ見てないぐらいの時にねうんたら多分舞、ま、ちゃんガチ怖いよ <laughs> だって言うの知らなくて来たらめっちゃ怖いもんうわ流れに乗って行っちゃったやっぱ絶対いるよいじめられたよ怖いよ本当に初見ですありがとう初見でいじめられてるところを見,見ましたね多分ね言ったらね舞ちゃんが怖がるよやり返しやり返しが最悪すぎるな ほんとお疲れの見たくて見てる可能性あるかも <laughs> なんで <laughs> それは嫌すぎるなお疲れのんかんで見てるの絶対言わないのにな人に舞ちゃんにドッキリ何がびっくりするんだろういきなり意味わかんない文字でさあのやっぱコメント埋められたら多分一番怖いよ 多分ねそう初見でお疲れの言いに来ましたうわあいじめられたしかも「延長します」って言ってタイミングでねいちゃん仮にりに美月も今 <laughs> かわいそうしれっと莉子ちゃんもお疲れのやばいね言ってたらいがレノンのショールーム共有してな待ってなんで れんちゃん意外といじられキャラ。えっとね、舞ちゃんとね、言い合っててね、どんマイって言ったらね、お疲れのーんって言ってくるんですよ、絶対に。そう。今見てますね、高橋イさん。Wow!I know only S me in this group. わフ四 <laughs> 4曲目いきなり強いな強い強いできてるなってい舞ちゃんも共有して煽ってるな絶対2秒だけしてます絶対間違えただろう読めるか読めるか読めましたよ分かりますよ意味このグループなられなんだけえわ分かりましたよ Thank you え知ってますよ知ってますよ知ってますよわかりますわかります全然わかりますまあまあ全然わかりますよ本当にえ分かった分かったガチガチガチ分かってワオ、wow! って言ったんですよワオてんきゅうえ意味わからんかったえ私わはわかりましたよ I, I know only. 意味ってなんて言うんだったっけ <laughs> I, ?I know only. コメント .in.in this. 配信ってなんて言うんだ <laughs> 配信ってなんて言うんだ配信ってなんて言うんだ ?in.in room.in room だね。room だ。in this room.I I, know.I know. comment .I know. comment オンリーコメントえマジで分かった本当にね分かってた全然全然分かってたよマジでマジでマジで結構英語強いんでねほぼ出川出川さんの英語あ違うよめっちゃ喋れてたくないえ いつか英語はしどうしますいつかもうすん。あいの知ってます。イェイイェイ !What's up?What's u p y o y o y o y e a h y e a h y e a h h e y m y bro!My bro!What's up? <Hey. S 2> <Hey. S 1> <laughs> テンションバグってるわ今どうですどうですどうですかどうですほんとにイ a イ y e イ h y イ a h おお おうほう <laughs> どうした何今日でどうしてよおい <laughs> <っ>て <laughs> <もし> <laughs> やばい。やばい 変換変換したらすごいやん <laughs> 調子はどうですからどうしちゃうよしょ <laughs> やばい <laughs> やばいわ <laughs> うん <laughs> やばすぎるマジでわっさおおはい マイブローイェーイ。変化したいレノンがひたすらにおバカさんなのバレる <laughs>。バカじゃないですよ、ガチで。結構賢いですよ。マイちゃんよりだっ賢い。てか、マイちゃん33人いた。いんのかよ、ちゃんと。いったー。マイブローパリピ曲を作ってもらう。ワンツアーヘイ。やばい。乗車道、イェーイ。 マジでね英語喋れるんですよ結構舞ちゃん虎にいたやばほんとは隣にいるやん日本人が英語の歌詞書いてるのも結構やばいのが多いですえマジえ結構ねできるかもしれない舞ちゃん英語賢いじゃないですよ全然。 英語しゃべれの <laughs> しゃべれてるよちゃんと結構しゃべれてるまえちゃん日本語もかしこじゃないんで確かにまえちゃんはねまえちゃんはねあのね数学かしこですよ知らんけどて適当に言っためっちゃ今めっちゃ今適当に言った MC でもそのノリでいけるんじゃねやばい、いけるかなこのノリで。多分アイドルじゃないけどね、もうそうなったら。<laughs> MC、このノリでいったらもうアイドルじゃないやばい。怒られちゃう <laughs>。目の前どんな出演してるでもにらみ合ってるしょ。え、にらみ合ってないですよ。もなんか、な,なんか、よし、こうよしですよあの。コンカフェ一緒に行こうって約束したんで。あと、寿司一緒に食べに行こうって言ったんで。知らんけど。 海外の人にねあのね道聞かれても私全然聞かれたことあるけど全然教えれましたよあえー、電車これで大丈夫ですかって聞かれてまあそのやつも分かったんですよ英語をねなんとなくでああそれ、まあ見してもらっていいですかみたいなプリールップリーズみたいな <laughs> あの プリズプリズブロックディススマートフォンエンドレスゴースタイスラスター なんて読んだっ,たっけ, G なんだったっけあっ分かんないちょっとプリースプロフィールオブユーおっまっすぐ ストレート。お。ストレート。エンドレスゴーストレート。永遠にまっぐすぐ、す、進め。オッケーです。オッケー。オッケー。I am go straight。エンドレス。yeah yeah。yeah。 <laughs> どうですーー ?StartOK?MyBro <laughs> エントレス。<laughs> <て> Matte?Yeah.Yeah,、mm. yeah, yeah.Who? Yeah, yeah. <laughs> マブロ。<My> I want to know about you. 私はもっと知りたいあなた。わかりますよ、もうこれはね。全然余裕で。けど絶対に日本、あのね。マブロ。家家を教えたの いえ。Yeah. どういうことにな本当に。いえ。やばい。マジやばい。本当に。<laughs> 私、あの私た分かってますよ。さっきのはさすがに分かった。I want to know, I want to know about you. 分かったし。それはさすがに分かるよ。私もバカじゃないから分かるよ。全然。いや、真剣に知りたいです、ね。本当に何も知りません。S ミレノです。ニアリー・コール・ジョイドというグループです。 17歳大阪が出身17歳高校2年生ですマイブロ <laughs> とりあえずマイブロ次のライブで MC 英語音でお願いしますやばいですよもう本当に失笑が起きる会場でそう I'm 17なんですハイスクールスチューデン2セカンド まあもうすぐ終わろうかな <laughs> と思ってます。なぜなら、肝油ドロップが食べたいからです。よし、肝油ドロップ食べたいので <laughs>、お疲れのをします。大阪出身って、マジ。大マジです。結構ガチ十六年間大阪住んでた。 13位、チョスナさん、ありがとう。12位、トミーさん、ありがとう。11位、オコーナーブリッジさん、ありがとう。10位、リタン、ありがとう。9位、高ちさん、ありがとう。8位、中新さん、ありがとう。8位、コンブちゃん、ありがとう。 7位モキヨさんありがとう。6位ニックさんありがとう。5位ケンジさんありがとう。4位ミオポンありがとう。3位ミルミルさんありがとう。2位ポンタローありがとう。1位ポンちゃんありがとう。 ちょっとこれ終わったら勧誘ドロップを食べます。もう一缶食べ終わりました。お疲れ様です。勧誘ドロップ。